さあ今日はですねとても風が強いので皆さん飛ばされないようですね、気をつけていただきたいと思います。さあスワローズ今年のためにみんな頑張って共に戦っていきましょう。さあ駅員から戻ってきましたつば九郎、よろしくお願いします。スマクロの一言、スーパーから見てもご覧ください。4月1日、新年度、新入学、新社会人の皆さん、おめでとうございます。今日から4月1日ですね。はい、楽しい新生活も過ごしてください。みんな、エニフルーということでね、はい。いい新年度のスタートください。ベイスターズの皆さん、そしてベイスターズファンの皆さん、今年1年もよろしくお願いします。拍手のご挨拶です。拍手のどうもありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、今日から原油高などで食品、日用品などの、一部が値上がりするそうです。ね、値上がりましたね。はい。油、チーズ、パン、麺、菓子。はい。ね、いろいろ。あとティッシュもね。あと電気、ガスも値上がりそうです。はい。これは厳しいですね。うん、はっきり困ります。つば九郎も困ります。つば九郎のギャランティーも4月に上がりませんかと聞いたら、おどうだったんですか、睨まれたのでもう何も言いませんということでね、はい、例えば原油が安くなったら高くなったものが、はい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 、安くなるのかなと安くなってほしいですね。どうせ今日から上がるのならこちらも上がってほしいもの、はい、上がってほしいものありますか。スワローズの通算打率、はい、今日上がります。今日上がります。スワローズの勝率、はい、今日勝って上がります。はい、対戦相手の防御率上がりましょうね。はい、上がりましょうねって言ってもおかしいですね。はい、上げていきましょう。たくさん振って、バレンティンのインスタの更新です。あれからやってない。今スーパーカラクションに出てるこれ、はい、家族で海に入ってるプールかな。ここをそろそろインスタ更新してください。待ってます。試合観戦契約やるかヤクルト球団観戦ルール。さあプレーボールまであと20分と迫ってまいりましたが、ここで東京ヤクルトスワローズマスコット29年目の大ベテランつば九郎の登場です。はい、つば九郎今日もよろしくお願いします。みんな楽しみに待っているつば九郎の今日の一言言っていいですか。いきましょうね。さあスーパーカラビジョン2マップ、面白かったら拍手ください。はい、桜満開、はい、デーゲーム、天気良し、最高ですね、こっちですよね、はい、花粉だけなんとかしてほしいです、つば九郎ね、花粉症でね、はい、ティッシュの減りが半端なくて、原油でね、ティッシュも上がってますからね、つば九郎ね、疑われているんだ、ティッシュの減りがあまりにも早いからね。皆さんご想像にお任せします。はい、去年もベイスターズの皆さんに言いましたが、はい、スワローズ戦よく打ちますね。特に、はい、あ、宮崎選手、あ、今ベンチに姿が見えました。神宮以外で打ってねとお願いすると、はい、去年東京ドーム野球主催ゲームでホームラン打ち、はい、たくさん打ちましたね、はい、今日明日はおとなしくしてください、はい、クラブハウスのタフマンたくさん飲んで OK ですからたくさん飲んだら元気になっちゃうかもしれないですね、はい、
もし今日ホームラン打った日にはつば九郎のカレンダー2022バージョン、はい、一部1100円税込みを50部購入していただきます。なおお支払いはペイペイは使いません。現ナマでお願いします。よろしいですか。よろしいですか。お待たせいたしました。両チームスターティングライド。